機は日本で最初の海外資本との合弁会社であった。1867年12月24日、マサチューセッツ州エバレットにて、アイザック・ニュートン・カールトンとローラ・テニー・カールトンの間に生まれた。コネチカット州ニューブリテンにある公立学校に入学。1884年、マサチューセッツ州ブラッドフォードにあるカルトンスクール・フォー・ボーイズに入学。1885年、ブラッドフォードにあるファースト・チャーチに参加。ダートマス大学に進学して、男性合唱団に加わり、ストリート・トーマス・エピスコパル・チャーチとロリンズ・チャペルの聖歌隊で歌った。カッパカッパカッパ友愛会とスフィンクスソサエティにも入会した。1891年、学士号を得て卒業。両親はアイザック・ニュートン・カルトンとローラ・テニ・カルトンである。兄弟の名はテオドール、姉妹はクララとグレースの二人であった。グレースはニュージャージー州選出の上院議員ジョン・ F ・ドライデンの息子。フォレスト F ・ドライデンと結婚した。ウォルターは1895年12月31日、ブルックリンのストリート・ジョンズ・チャーチで、エンリケ・タナバロ・D ・ヘメルと結婚した。結婚後は、ニューヨーク市内に転居。一人息子のチャールズ・デュボア・カルトンは1899年1月7日、横浜市で生まれた。これは、彼が妻を伴って、ウェスタンエレクトリックの社用で出張中の出来事だった。ダートマス大学卒業後、彼は短期間だけ、母校のカルトンスクール・フォー・ボーイズで講師を務めた。その後、DC ヒース&カンパニーというボストンの出版社に、3ヶ月だけ勤務。ウェスタンエレクトリックに入社したのは1892年で、ある。1897年10月、ウェスタンエレクトリックの代理人として妻を伴って日本に向かった。当時彼はウェスタンエレクトリックの海外部門のマネージャーHarry B. Thayerのアシスタントだった。Thayerは1896年に東京を訪れ、日本での電話事業が見込みがあると知った。カールトンは日本でのウェスタンエレクトリックの代理人だった岩垂邦彦に面会した。また、逓信省の主任技師だった大井斎太郎とも面会している。1899年、ウォルターは岩垂と前田武四郎と共に日本電機を創業した。彼はウェスタンエレクトリックを代表して NEC の株式を保有し、議決権を行使した。ウェスタンエレクトリックの保有する NEC 株は全株式の 54% であった。後に NEC 創立の功績に対して日本人側から脇差しを送られている。彼が NEC に在籍した期間は1897年から1900年だけであった。NEC での仕事を終え、1900年6月2日、アメリカへと船出した。マサチューセッツ州ブラッドフォードに到着したのは1900年6月30日である。ウェスタンエレクトリックのシカゴ支店長となる予定だった。しかし不運なことに、虫垂炎を発症し、1900年7月6日、マサチューセッツ州、ハーバーヒルのヘールホスピタルで手術中に亡くなった。ありがとうございます。